ケン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 チューどうも、フリーパフォーマーの梅谷健太です。よろしくお願いします。今日は J グリーンに来てます。スペシャルゲストが来ております。まず紹介したいです。もう本当に今回ガチのゲストです。もうね、来たら驚くよね。絶対に驚きます。お願いします。どうも、残念でした。はい、大丈夫ですか？何ですか？今日の企画なんですけど、はい、準備は大丈夫ですか？なんか準備がいるやつですか？一応朝ごはんを食べてきましたから。じゃあ大丈夫ですけど。第1回敬語。皆さんリゼムの敬語をご存知でしょうか？リゼムの敬語くん、はい、まあ、得意技といったら、まあ、縦回転とかもありますけども、はいはいはい、彼やっぱジャンピングボレーが素晴らしい。めっちゃすごいよね。ちょすごいやな。あれ行くよ。その試合でも決めるし、うん、こう企画でもボレーやったらもうジャンピングボレーしちゃうんですよね。めっちゃ綺麗なのよ。高いしジャンプ。そう、綺麗な映像がこちらです。角度をつけたクロスボール。タカが落とした。ケイゴが飛び込んできた。見事なボレーシュート。これね、プログリッド。プログリッドです。以前これを、僕らの方がケイゴじゃないかと思いますよ。ケイゴよりケイゴやね。ケイゴよりケイゴの人は僕の中にいると思うんです。はい、だからジャンピングボレー決め上がりで、ケイゴボレーを決めたやつから上がってくる。なるほど。で、最後に残ってしまった人、シゲ君がタカ君に、ケイゴ君のすごいいいよって、もう大切な仲間やぞみたいな、なんかワンピースチックなことを送ろう。送る。で、向こうからの返信のスクショ、LINE のスクショを貼る。貼る。っていう感じで、やっていきたいなと。シゲ君とタカ君の初ゲーム。返信大喜利。ジャンピングボレー、多分みんな できるよ。今日ほんまにできへんもん。でも見よう見まねでできるやん。できひんでいい。今まで家にいるから。はい、確かに。メタモン。はい。ということで、早速、カビゴン。沢村。沢村ではないやろ、絶対に。ウソッキー。ウソッキーでもない。あぶら。間違ったら出かけた。何時だ。ベッド、ベッド。なんでの耳、耳障り。はい、ということでやっていきたいと思います。レッツ梅梅チャンネル。ジャンピングボレーって足高いやん。高いだけかっこいいやんか。できん、ほんまにできん。ジャンプしてボレーしてみるんだ。ほんまにジャンプしてボレーでできるやつやな。ほんまにできん。なんなんできひん。俺ほんまにジャンピングボレーできんよ。俺絶対骨折すると思う。さっき救急車呼んどいて得意やん。ダメや、その顔して言うの。やめや、アプリあるやろ、救急車の。ないわ、ないやつ。ウーバーみたいに。どこまで来てるか分かるんか。分からんやん。はい、ちょっとちゃうね。順番ね。ほんまにできへん、ジャンピングこれ。最初はグー、デッコンピ。うわ、できへん。デッコンピ。1、見てくれ。1。じゃあ、3がキーパーする。そうしよう。あ、そうしよう。2番。1番通りして。はい、キーパー。よーし、マジ、一発でやめろよ。絶対止めてくれよ。入る。いけるけどね。高いな、ボールが。ケイゴくんやったら行くけどね、あれ。確かに。ケイゴやね。お前じゃないね。ケイゴになりきれ。確かに。ケイゴ、俺はケイゴ、俺はケイゴ。お前はコウジ。ちょっと待って。低いな。なんかちゃうな。なんでもう上でやんねん。お前なんなの？下ジャンプ。こういうの何？飛んでたやろ。ジャンピングボレーちゃう。いや、ジャンピングじゃないな、なんか。キックした時に浮いてたみたいな。なんかかっこよくないねん。スマブラやったらめっちゃいいけどな。超ジャンキックやから。スマブラのカービィのスマッシュみたいなってたから。かっこよくね。あ、ちゃんと。極力高い方がいいから。あ、オッケーオッケー。上でな。うん。オッケーオッケー。敬語にまだ慣れてない。オッケー、敬語になる。敬語になる。蹴ってない方が抑えてたらいいよ。
熱っ あれやね、奥入ったやん。俺があれ。お前が。翔平ナイスボール。翔平ちゃうであれ。光。よしもう。デイ。なんで？何やねん。ここやぞボールお前。いやそれをやるんがおもろいやん。普通にそれを圭吾くんは行くねん。なのお前ほんまに勝ちに行ってる。ちょ。これは届かんやろ絶対に。え、お前そこは、友達したら足そこ届くやろ。届かんやろ。10席少年、高めの。いや、違うわ、友達いるでへん。カスカさん。カスカちゃんだよ、トゥースじゃない。ちょ、ボールがここにある。それをジャンプしてやる。ジャンプで行けよ。それそれ。行く行く、全部行くこれ入るから、光るから。入る。光るうまいから。ナイスボール。ナイスキャッチライフリー。飛び投げ。よし、よし、だね。だね。だねえ。トリッキー。何？松井大輔。え？そんなトリッキーなことせんでええで。落とし。高くに落とした。落とし？いやなんか奥から。お前すごかったそこ。すごい足に当たった。あれもここで決めたジャンピングボールやから。あそれでもいいや。敬語超えや。敬語超えな。終わらしまーす。お前、ハイライってたって。どういうこと？え、なんか、すり抜ける能力かなんか持ってる。苦しい。あんまり苦しい。グンってなって、グランドでグンってなって、抑え込まれてた。ジャンプしてからのボレーのタイミングがわからんもんな。入れ、無理か。入らんか。むずい。めっちゃむずいわ。むずいな。俺やだこれ。ちょっとね、敬語になられへんかもね。敬語になろう。敬語になろう。え？は？血出てるやん。唇左ほら、奥の方。あ、じゃあ赤いだけやなんか服とかスパイク赤いから全部赤く見えるびっくりした。なんだお前。なんか足からボールが口に来た。はっはっモロだモロだチャレンジしました。チャレンジしましたね。ブレイクダンス踊ってなかったよ。ブレイクダンス踊ってたよ。あのとこで俺、ケイオグ行くやろ、でも。ジャンプせえやん。レコロンで行く。おう、ちゃう。ケイゴーはジャンピングボレー。あんなんでもやっぱ行くやん。絶対に。スリーピングボレーちゃうで。寝てた。スリーピングボレーじゃないの、これ。ジャンピングボレー。マジで見したるわ。しゃ。やり方がな。あー、ちょっと高いか。絶対当たってたよな今の。キャラちゃうやん。できひん。ほんまにできひん。最後めっちゃ可愛かった。動画配慮。なんかもう。できひん。パンダみたいだった。ほんま難しい。難しいっす。終わる。やばはい。はい。はい、お前なんで一回、いつも二回触るん。
何してんの？2回触るの禁止。2回触るの禁止。触れてるさ。ここ触ってここ当たったりさ。こっちで触ったり。手触ったり。2回触るの禁止。そう。1回絶対。お前、神子やぞ。いや、わかるやろ、コース、今の体の感じで。絶対に。じゃあ、お前、キーパーせえ。内緒やん。何やったの？ありがとう。しゃ。はい。はい。はい。すげえ。はじき出すな。そんなの技。いた、噛んだ。うわぁ、見せるわ。ここや。ジャンプしてないけどな、お前は。今めっちゃジャンプしてたな。両足浮いてた。まあジャンプはしてたけど。公式戦やと思ってやれ。何してんだよ。お前アホだ。何してんねん。公式戦や思ったったし、お前のおかげでありがとうだ。公式戦や思わせてくれてありがとう。おい、公式戦や思わせてくれてありがとう。ああ、おらおら。スイッチ入ったわ。あ、俺もや。俺、来い来い来い。待って来い。お前マイクだよ、そんな。はい、おい、危なこいつ。よし、終わりしたら。はいはい、見てたぞ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 。ボール高いって言うな。高ないって、ナイフもナイフもないもん。ボールやって。飛べよ。見本見したら。飛べ今。飛べ今。飛べ今。おい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 、飛んだ飛んだで、飛んだで、飛んでって言ったら飛んだで、俺飛んだやんな。梅梅チャンネル。はい、ということで、ケイゴくんに、みんななれませんでした。無理。無理よ。いや、お前その無理の言い方やめて。いや、ほんま無理。あれ。あとちょっとみたいな顔やめて。ほんま無理や。あれ、なかなか難しい。あれ、どうやってやるやろ。あれ、ケイゴほんま難しいわ。ちょっと教えてもらいたいな。あ、そうやん。教えてもらった。うん。全員が汚いボレーになったから、ケイゴ名乗れません。この呪術投げを次は、ジュンヤのチャンネルかな。違う、ジュンヤのチャンネルちゃう。あ、それ、忘れました。僕たち日産スタジアムでね、ウィナーズ対Gリーグ戦いますので、そちら、
もうよろしくお願いします。梅ひか見に来てね。はい、ということで罰ゲーム記事ね。何やった？なんかちょっと圭吾くんの圭吾くんをすごい褒めたたえる。褒めたたえる。おしげくんとかあの高くんに。圭吾くんってさ、ね、なんかお前ちょっとゲイ感出してます。長文で。うん、でそれの返信をあの送ってください。ということで、どうもリズムでした。プログリット。